どうも、競馬予想チャンネルです今回は騎手メーカー7人目川田優が騎手を特集します川田騎手といえばやはりイケメンジョッキーとしても有名ですけども実力もトップクラスで間違いなく日本を代表する騎手の一人だと思いますそんな川田騎手といえばやはりあの豪快な騎乗フォームが特徴です、えー、まず最初にマカヒ引きでダービーを勝った時の映像を見てみましょう えー、これがですね、まあ、実際、あのいつもの豪快なフォーム見られるのが残り2 0 0ルくらいからですのでちょっと見てみま1番の D マジェスティー、1番 D マジェスティあ5番エアスピネル、8番、里のダイヤモンド、間を割って3番、マカ引き、外から1番 D マジェスティさらには10番のスマートオーディン先頭は8番、里のダイヤモンドと、1、3番、中引き、中引き、里のダイヤモンド、並んでゴールイン。 ということで、やはり、川崎騎の特徴といえば、この機長フォームも一つかと思います。ちなみに、この基調フォームについては、本人が JRA のオフィシャルの動画、YouTube にもアップされているんですけども、そちらで理論を語っておりますので、よかったら説明欄にその URL を載せておきますので、ご覧ください。では、本題に入っていく前に、いつも通り基本データを見ていきましょう。川崎騎1985年生まれということで、32歳です。 通算勝利数は1147勝ということでえちなみにこれは1000勝到達スピードが武豊騎手に次ぐ史上2位ということで素晴らしい数値です続いてエピソード奥様は元タレントの大塚玲さんという方で「えー、王様のブランチ」のレポーターをしていたそうですえそして川崎氏といえば、えー、まあこれ有名な話ですが4代続く競馬一族ですねおじさんが そしておじいさんお父さんが調教師そしてご本人が機種ということで本当にサラブレッドと言えそうですまた特徴的なところで言うと自分が乗った馬のことをこの子はとよく言うことがありますこの辺りについては、えー、なんとなくああ分かるなという方もいるかと思いますがぜひよかったら次の少林ジョッキーインタビューなど注目してもらったらなと思いますそして最後もうこれ完全に余談なんですけど個人的には 川崎小泉進次郎さんに似てるなと思っていて、まあ、イコール小泉孝太郎さんにも似てるんですけども、まあ、ちょっとんとなく共感するという方はコメントいただいたりいいね押していただいたら嬉しいなと思いますということでちょっと話逸れましたけども、えー、早速本題に入っていきましょう、えー、ということでまず昨年の数値データ振り返ってみましょう勝ち星は91勝で全国6位そして素晴らしいのが連帯椅子と3着椅子ですね ちなみにこの数字、連帯率はルメル騎手、デムル騎手、戸崎騎手のこの3強に次ぐ4番目、そして産着内率については戸崎騎手よりなんと上となっておりますので、本当に3着内率は優秀な数字だと思います。障害成績についても三着内率33.4%と高くなっておりますので、三連系の馬券を買う方には本当に心強い機種だと思います。では続きまして、得意条件を。 条件別に見ていきますまず一番人気で見てみると3着年率が69.0と非常に高くなっているので人気で信頼できる機種といえそうですえ続いて馬場の天候別で見ると芝のオンワーが一番得意となっていますそして競馬場でいうと阪神芝の外回りえこのコースが一番相性がいいですでここからは買い時のまとめを細かく見ていきましょう まず、中京芝2000メートル。こちらは勝率7.7%。そして、その一方で、三着内率53.8%ということで、勝てないですが、三着内率は非常に高いです。続いて、小倉芝2000メートル。これは本当に常にマークが必要で、勝率36.4%、連帯率72.7%、そして最後に三着内率は81.8%と、もうとんでもない数値出しておりますので、 この条件は常に注意です。えそして阪神京都でいうと共に芝1800メートルの成績が良く特に2、3着率が高くなっております。厩舎でいうと後輩所なのが中内田厩舎。本当に競馬ファンの長く、えー、そして毎週がっつりやってる方であればもう川田中内田ラインというのは本当に強力なのはご存知かと思いますが実際3着ライン率も51.9%と高くなっております。 その他池江康利9社藤原秀明9社も数値がいいです最後に馬主でいうとダノンの看護のダノックスこちらはもう連帯率からすでに50%超え3着内率も58.3%と高くなっておりますそしてその他の馬主さんでいうと吉田和美さんなども数値がいいです最後にその他の注意事項とポイント、えー、ここは立トですので京都と阪神の話中心にいきます 京都のとは勝ちきれないことが多いですが特に専用は相性が悪いです、まあ、もちろんこの数字普通の機種で言えば悪くないんですけども、まあ、川田機種全体の数字が高いですのでそこと比較するとちょっと悪いというイメージです京都芝に関しては外回りより内回りの方が好成績特に芝 1600m は,16はその傾向が顕著で外回りの副賞率、三、え、着、ー、率が30%に対して 内回りは50超えていますそして阪神に話し移すとダート1 2と1八8は勝ちきれないんですが1四4だけ非常に勝ちきる勝率が高いです、えー、阪神のダート1 2の勝率が6.3%に対して阪神ダート 1400m の勝率が35.1%ですそして阪神の芝は3 0ート m を除き全ての距離で3着のやが50%超えということで どちらかというと、京都より阪神の方が数字がいいです。最後に、オイルタイプですので、ダートが得意なイメージもありますが、実際は芝の方が全体的に数値が高いです。ただし、中京はダートの方が好成績となっております。ということで、えー、今日のこのデータもいつも通り、2017年の1年分のデータから抽出をしてきました。本当に川崎氏といえば、えー、まあ、 追えるというイメージなんですけども、まあ、実際それ以上に本当に安定してるなというのが今回改めて数値を分析して分かりましたその競馬っぷりだったり、えー、ポジション取り、まあ、全体の,そのレースの流れを見て決めてはいると思うんですけども本当に素晴らしい騎手の人だなと改めて実感しましたこの3着のレースを見て、まあ、3連形の馬券を買う際にはぜひぜひ軸というか、まあ、少なくとも紐には常に入れておいた方がいいのかなと個人的には思いました それでは本日も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまた。